今日は第63回目のですね、聖英塾の例会となります。今日は前文科大臣の加瀬氏がですね、聖英塾として、文部科学大臣になられてですね、に勤め上げて今回聖英塾にまた来ていただけることとなるとともにですね、今村復興大臣も実は来月号のアップルダウンビッグトークに登場いたします。今日は大臣になる前から来ていただけることを約束したものですから、テレが多分この後は厳しいかなと思いますが、できれば何度でも来ていただきたいなと思いますし、長谷さんには必ず来てくださいというふうに思っています。後ほど長谷さんからご挨拶があるかと思いますが、私は今エッセイを執筆中でしてですね、この8月15日の終戦記念日に、朝日はまた何を書くんじゃろうかと思って、わざわざ新聞を取り寄せて、先生神保のところを読んだところですね、やっぱり案の定と言いますかね、大変ひどいことを書いてありましたので、ですね、ちょっと披露したいと思います。作家の保坂朝康さんが、特攻機の整備兵だったという老人のことを述べて、突然訪ねてきた彼が語ったのは、飛び立つ日の特攻隊員の姿だった。失神する、失禁する、泣きわめく、きれい事を言って飛んでいった人もいたが、ほとんどは呆然自若だった。それを私たち整備兵が抱えて乗せたんです。こんなバカなことで特攻に行きます。特攻に行った人の栄誉を冒涜するようなことをですね、この朝日が終戦の日に選んで変えたということでですね、非常に怒りを持って、今月号のアップルダウンのエッセイにですね、実は安国という、きれいな日本の風景と、特大の衣装を変えた英語バージョンのですね、本を4000冊、私が手にすることができましてですね、これは非売品でありますがですね、私も協力して、実は本番、ご存じのようにですね、カナダ、アメリカにまたがる39ホテルを M&A で取得しですね、合わせて北米40ホテルとなりました。この中でですね、当社が所有するホテルとか、アパートに関するあの国には、すべてこのアップルタウンとともにですね、この靖国をこう置いてですね、日本の星はこれまでですね、英語での発信が弱かった。だから日本における言論戦も私は25年間にわたってですね、アップルダウンを発刊するとともにですね、エッセイも23年ぐらいずっと書いていますがですね、今後の北米展開の一つの思いの中にはですね、こういった考え方、本当のことを知ればみんな欲しになるというけど、日本人ですら本当のことが知らないか、アメリカではまた世界ではどういうふうにこう知られているのかと考えるとですね、日本の名誉を回復するために、やっぱりささかなりとも、事業で成功した私がやるべきことでなかろうかという思いで、そういうものを執筆を予定しております。今般ですね、オリンピックの選手の活躍は素晴らしいものがあると。これまでですね、東京オリンピックは金が使いすぎだとか、うまく待てだとかね、ばばばしいことを言ってますがですね、私はオリンピックを日本で開催する経済効果は数十年、多分2、30年にわたってもあってですね、数十兆円という経済効果があるだろうと、たかだか1年か2年の予算が多いのも少ないのと言って大騒ぎしてたけどもし、彼らの活躍でですね、一気に評価は、東京オリンピックの評価は変わるだろうと、私は非常に感謝しております。そういうですね、一人一人の努力とか、それぞれのですね、頑張りがほとんど評価されずにですね、まずいこととか、そして事実でもないことを言いふらされながら、教科書に載せられてですね、テレビも新聞もそういうふうに、誇りの持てない国にしてしまったことに対してですね、私は本当のことを調べてですね、そしてそういうことをアップダウンなどで、掲載し、エッセイや、ワインの会や、書籍のところでの課題をですね、今朝ですか、最近読んだ新聞によるとですね、オバマがですね、核の先制不使用
先制的に核使用しないということを宣言しようなんてバカなことを言ってますので、彼が世界の警察官を放棄するといったことによってどういう混乱が起こったのかと考えればですね、1発2発と広島長崎に落とされた原爆が3発目はどこに落とされる可能性が高いのかかって私は衛星ですね、一番高いのは日本と韓国じゃなかろうかというふうに書きましたんですね。まさに日本の周りは核保有国ばかりです。そういう中でオバマは先制核使用宣言をするなんて愚かなことをですねしてはいけないし、私もそう思ってたところですね、安倍総理は早速、それに反対だという声明を出されたことで、私はやっぱり私の考えに近いなという評価もしております。要するに核は曖昧 戦略とかね、持ってるのか持ってないのか、積み込んでるのか積み込んでないのかですね、使うのか使わないのかと分からないことは使わせない戦略にもかかわらず、自ら不使用宣言、バカな人が言う中国がいち早く先制不使用宣言をしたからアメリカもそうすべきじゃないか、愚かなこと言ってますし、その当時の中国が宣言した時の中国の核戦力とですね、アメリカ、ロシア、当時のソ連のですね、核戦力との差を考えれば、彼は当然その戦略的にそう言います。しかし今アメリカがそういうバカなことを言って、さらに混乱を招くようなことがあってはいけないという私が思っているところであります。日本はですね、このエリアにおける力のバランスを取るためにですね、早急に憲法を改正してですね、ようやく参議院でも改憲勢力、3分の2、衆参を共に3分の2、発言ができるところに行きました。その中身はみんな違いますので、いきなり全文を、すべてを、という形には、なかなか難しいでしょう。だからまずは、一部分だけといえどもですね、改憲をすればできるんだというためにですね、例えば全文だけでも、例えば間違ったところだけでもですね、直して第1回目の改正をする気に発言すべきであろうとこう思います。そういうことも含めてですね、安倍政権には長期政権を3期9年はやれということを何度も私は安倍の中にも書いていました。最近二階氏が幹事長ですかに選ばれてですね、彼はいち早く安倍参戦論というかね、今自民党には2006年というのを3期9年までやられてしまえばいいんじゃないかということを主張して彼が選ばれたわけであります。いろいろ小池さんとのこととか公明党との関係とかいろいろ考えた、ある意味彼と意見の違う議会長を選んだのは賢明な企業でなかったかと思いますがですね、そういうことも含めてですね、メディアが報道したり新聞が書いてあることはですね、本当はどうなのかということを理解する機会ともなれば、この市場リンクの役割も果たしてくれるのかな、延べ1万1000人を超える人が153回かな、それで東京、大阪、金沢の合計開催してますね。今日もたくさんの立派な講師の方にご応援いただき、私は嬉しく思います。よろしくお願いいたします。以上です。